今回のお客さん、募集で来てもらったお客さんですね。大学3年生の、男性です。サロンに来るのが初めて。サロンでの施術未経験っていうことなんで、試してみたくて応募してくれたみたいなんで、今日ハンドマッサージの方をしていこうと思います。で、ハンドマッサージは、うちのサロンではこちらのオイル使ってますね。ちょうどハンドの施術するのにはこれが一番肌なじみがいいのでこちらのオイル使ってます。先ほど香りをちょっと試してもらったところ、やっぱりカモミールラベンダーの香りがいいっていうふうに言ってたので、今日はカモミールのオイルの方で施術していきたい。香りどうでしたか？さっき嗅いだの。すごい。うん、匂いが好みな匂いで。好みな。さっきのローズ&オレンジフラワーより好みな。好みな。カモミールラベンダーの方が良かった。そうです。施術していきますね。そういえば今日興味本位でっていう感じだったと思うんですけど、はい、凝りが気になったりとかそういうのもあるんですかね？今特にはないんですけど、まだやっぱりそんなに感じてはない。感じてはないですね。肩こりとか腰痛とかそんなに、はい、うん、そうですよね。まだね、大学生だとね、感じてない人もいますよね。ではそんな気になってないですけど、うん、凝ってたりするんですかね？そうね、まあ、自覚はないけど硬さがちょっと出てる場所とかっていうのはあってもおかしくないですね。痛くないです？
丈夫です。ちょっとね緊張して力入ってるんでダラーンとして。痛みどうですか？大丈夫です。痛くないです。全然大丈夫です。ちょうどいいぐらい。ちょうどいいです、うん。
オイル、基本的にどの肌質の人にも肌なじみが良くて、ハンドやってる時に滑りやすいので、こちら使用してるんですけれども、彼学生の頃にバレーボール部活でやってたみたいで、ちょっとその肌質的にちょっとね、ゴワゴワしてるんですよね、手のひらが。で、ちょっとどのタイプにもいけるこのオイルでもちょっと滑らないんですよ。だいたいどの肌質のタイプの方でも滑りやすいんですけど、ちょっとね、滑りが、ね、悪い。ちょっとそのバレーボールやってたっていうのもあるんで、ちょっとその手のひらが角質が厚いのかもしれないですね。男の人でも大丈夫なんですけど、普段この上で。で、そういう時は、ひまし油っていうのを使いますね。足裏やるときは私このひまし油をブレンドして足裏施術してます。このひまし油っていうのがすごいドロッとしたオイルなので、これをつけてあげるとね、そのゴワゴワの人でも滑りがすごく良くなります。足裏とかは特に角質が、皮膚がね硬くなってるんで滑りにくかったりするんですけど、このひまし油をつけると滑りが良くちょっと粘度の高いひまし油つけたおかげで滑りが良くなりましたね。Thank you.